はい、速可塾の久保です。すべての経験は金になるという表現がありましたけども、私が思うにですね、これと似たような表現を使わせていただくなら、 あ全ての相相対対時間が相対的ななお金になるという,うな、ね、ちょっと難しい表現になりますけどもこれどういうことかというとまああの私ねあのミュージシャンに多分なれたんじゃないかなと思うんですよ。で今40歳から始めてビジネスで、まあ、いわゆるね一山当てた状態っていうのが私はあるわけなんですよね。40からら始めて大体43ぐらいで ほとんどのお金の問題ビハインドを跳ねのけて46までにですね今度プラスに持って行ったっていう経緯がありますこの6年間を考えるとまあ、一点集中してきた部分は大きいかなと思うんですよじゃあなんでミュージシャンなんだってことですけども例えば私が13歳から20歳までの6年間とか7年間 音楽に打ち込んでいたら多分ね人角の人物になっていたと思うんですよね。ただ若い頃っていうのはあれもやりたい、これもやりたい、これも飽きた、あれも飽きたっていう風になってね、もういろいろね、興味とか経験がもう分散しちゃうんですよね。それで何に一点集中すればいいのか分かんなかったり、ちょっと大変だなと思ったら別の可能性にふらふらと見出しちゃったりとかして、いわゆる情報商材をたくさん買う状態になってるわけなんですよ。まあですんで、 野球部っていう部活も続かなかったですしまあ空手の道でも一点集中できなかったですし、えー、ミュージシャンとしても大成しなかったですね要するに多趣味は無趣味になってたわけなんですよでも今振り返ればですね本当に、えー、一つの曲を一つの曲ですよ一つの曲を1万4,000回弾き続けたら多分誰よりも上手になってたと思うんですよ でそれはね例えていれば私が40歳から1万4,000サイトを作ったのと結構似てるんじゃないかなと思ったんですよね。サイトを作ることにこだわって1万4,000サイトを作っていくとやっぱりね作業時間も早くなるし慣れていきますしいろんな理論理屈そして自分のルートっていうのが分かってくるんですよ。私は SEO をたくさんキーワードを埋め込んでアナリティクス分析したりっていうのは向いてないなとそうじゃなくて単なる量産だったら向いてるなってことが分かったんでその力を応用して メルマガですとか、YouTube のアップロード本数とか、SNS の投稿本数とかっていうのもね、数で圧倒していたわけなんですよ。全部数です。セミナーも1000回以上やってきましたけども、数なんですよ。数によって熟練度を増してきたという一点集中だったんですけども、多分私のこの数に比べて他のまあ、ネットビジネスとかね、えー、なんかコンサル系の方っていうのは圧倒的な時間のこのなんですかね、相対感が少ないんじゃないかなと思うんですよ。 要するに私は自分がやってきた時間と他の方がやらなかった時間のこの差によって金銭的な利益を得てるっていうふうな公式ができるのかなと思うんですよね。まあ、そうなると私は多分ね13歳とか14歳中学生の頃からもう本当にねギターならギターだけベースならベースだけ歌なら歌だけってことをずっとね67年間ずっとやってきたらそれはそこそこのレベルにいったと思うんですよね。うん、でこれは多くの方に当てはまるんじゃないかなと思うんですよ。 何に一点集中してきたか何に自分の経験を捧げてきたかっていうことなんだと思うんですよ。そしてその経験が濃く深く継続しているものであればそこで得た経験が他の経験にもまた生きてくるんですよね新しい経験にも。私はですね斎藤1万4,000個作ったっていうそのまあ実績と言いますかやってきたという自分に対する自信によって。 いやメールマガジンも1年間書き続けることはできるだろうっていうのは当たり前のように思ったんですよ。5年間は書けないかもしれないけども1年は最低できるなと。2年もできるかもしれない。3年はどうかわかんないけどもまあサイトを作るのと同じだからって感じで取り組むハードルは非常に下がったんですよね。プラス YouTube も同じです。YouTube でも f a c e b o o k ライブでもそのね1000回1単位っていうのは割とそんな大したレベルじゃないなっていうふうになったのは一番最初にサイトの量産をしたからなんですよ。 それに特化して一定の結果を得てそしてやった結果他の人はそこまでやってないんだなと思ったら私はですね誰とお話しする時でも例えばね、うん、今までブログサイトいくつ作りましたみたいなお話をすると私はね負けることがないんですよね。<laughs> それは5000個作った人とかもいないと思いますんで、うん、1000個作った人もいないんじゃないかなと思うんですよ。そうなると1万4000サイトっていうと多分誰も勝てないんですよ。で そのやり込んだ結果報酬も単価も得てるアフィリエイト報酬も得てるってことになると、うん、まあ大した技術はないけども一点突破できたのかなっていうふうに、えー、主観的にも客観的にも思えると考えるんですよね。じゃあ同じように YouTube をたくさん作ってきましたっていう立場から見ると再生数は少ないけども再生本数は多いのでトータルで、まあ、一流の。 方に、ね、追いけけるるとところはあるのかなな思うわけなんですよ逆に言うと一流の人一流の YouTuber さんが1本あたり100万再生を当たり前としている中で、えー、そんなねわずか100再生200再生で億っていう金額にリーチするなんて誰も思わないところに自分なりの道を引いたってところによってやっぱりね自分の成功ルートそして吉田さんも同じですけども吉田さんも100前後しかないようなねそんな動画であの毎月毎月売り上げをちゃんと作り出すっていうね。 これは非常にすすごいいなと思います、まあ、ですので多くの方が共感するところはあ継続することっていうのはすごいんだなとそして少ない PV でもきちんと利益を上げていけるんだなと。 いうことだと思うんですよ非常に学ぶことが多いんだなと思いますさあ動画のまとめになりますけども全ての経験は金になるその通りなんですよただその経験が誰もができている経験ぐらいだとちょっとね、えー、足りないかなと思いますし誰もがしている経験ぐらいしかしてなかったりするとそれはですねあとは表現力になってくるんですよ伝える力ですよねうん本当になんかねこの前いじめの番組とかを NHK 教育で見たんですけどもいじめられたというネガティブな経験ですら悲しい経験ですら 視聴率に変わっていくんでですよどううしょうかねだからどんな目にあってもどんな惨めな目にあってもどんなに苦しんでもきっとそれが人の共感を呼んで、えー、ファンを作っていくっていうことなのかなと思いますだからね必ずしも成功者だけが成功者足りえてるわけではなくて成功できなかったっところに共感する人もまた多いのかなというふうに感じるんですよね。皆さんはははどのよううにお考えでででしょうかでは今回は以上です